まで。だからね、オンラインで作曲できるんだよね。うん、できるんだ。うん。あ、どうも、こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今軽く、そう、軽く小笠原さんのことを紹介してました。はいはいはい。小笠原拓也さんです。はい。はい。あ、小笠原と言います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、早速お話を伺っていきたいんですけれども、小笠原さんはね、そう、直接全然知らなかった方なんですけれども、まあ、ご紹介で今回作ってくださったということで、ちょっとどうしてそのね、リハーシーソング作ろうかなと思ったか、のあたりをちょっとお聞きしていいですか？そうですね。最初はですね、まあ他の、私がですね、経営コンサルタントをしてるんですけども、まあ他のコンサルタントの、まあ以前、レガシーソング作られたトーマスさんという方の、はい、レガシーソングの、まあ歌を実際聞いてですね、まあその、まあ内容というか、まあその歌詞が、まあ自分の過去とか、まあ自分の経験をもとに、歌にしているっていうのがですね、まあ最高の、まあ、自分の表現というか、自己開示というか、まあ、そういう、自己開示ソングだなと思ってですね、それすごいいいなと思いまして、まあ、自分をそうやって表現すること、まあ、素直に、まあ、素直な自分を、こうやって、みんなの前に表現する一つの方法として、まあ、すごくいいことだなと思ったので、まあ、そこですごく興味を持ってですね、ちょっと、私もやってみたいということで、まあ、トーマスさんに相談して、まあ、こんなような形で、作らせていただくことになりました。その自己開示っていうのは前からしたいなっていう気持ちがあったんですか？そうですね。その自己開示って大事だなっていうのをずっと思っていて。それなんかきっかけとかがあったんですか？まあ、そういうふうに思う。やっぱりそのコンサルタントやってるんですけども、うん、まあ、自分の人生をどうやって生きるかとか、まあ自分って何が好きなんだろうとかですね。まあそういう過去に楽しかったこととか、悲しかったこととか、まあ、いろいろ経験、一人一人が経験してると思うんですけど、まあ、その思い出に、まあ、どんな意味があるのかっていうのを、やっぱ自分で考えてですね、あ、こういう人生過ごせたら幸せだなっていう、まあ、そんな経験を増やしていけたらいいなとかですね、まあ、そういうふうに考えたりしますので、まあ、自分のことを改めて考えて、まあ、そうやってみんなに表現するっていうのは、すごくいい、その機会だなとは思いますね。なるほどね。そっかそっか。で、今回の、まあ、その、小笠原さんの自己開示にあたる、その、歌の中身ですよね。うん。どんな感じになりましたか？まあ、そうですね、星園さんと、篠原さんと、一緒に、こう、まあ、私の過去をいろいろ根掘り葉掘り、引き出していただいて、で、まあ、その時にですね、結構、あ、これって、印象に残ってるなと思ってたのが、まあ、小学校6年生の時にですね、まあ、私のすごく仲良かった親友が突然転校してしまったっていうのがあったんですけど、まあ、その時の経験がですね、まあ、本当友達の家で最後はお別れ会したんですが、本当帰り道悲しくて悲しくてもうずっと泣いててですね、家に帰っても泣いて、まあ、お母さんからこう、まあ、慰めてもらうような、なんかそんなすごい悲しい経験をしたんですけど、まあなんかそれって振り返って思うとすごい感動的な体験だったなというか、まあそうやって出会って、まあ友達になって親友になって、まあ最後別れてしまうっていうところでも、すごくいい経験をさせてもらったなという、まあなんか感動的な体験だったなって振り返ったら思ったんですけど、まあ、なんでかなと、なんでそんな感動的な体験だと思えるのかなと思ったら、やっぱりその友達とですね、まあ、その親友と言えるぐらいの、絆を深めれたからかなと思うんですね。だからその、まあ、絆作りっていうのをすごく大事に、まあ、そこからしないといけないなと、過去の経験を振り返って思ってですね、まあ、そんな、絆とかですね、まあ、それに関係してくるんですけども、ラピスライズリっていう石を、まあ、先ほど、篠原さんが、まあ、宇宙と交信して、あなたこらえみたいな決めてくれるって言ったんですけど、そのラピスライズリっていう石を見つけてくれてですね、まあ、それ、まさに、私の経験にバッチリだなと思って、まあ、そんな内容の歌詞になってますね。なるほど。あ、ごめん、業務連絡。あきちゃんごめんね。
でもうちょっとあのアキちゃん出番後なのであのもうちょっと待機しててもらえますか。大丈夫、はい、ああすいません、すいません、ちょっと話します。なるほど、そうですね、ラピスラズリね、そう、ラピスラズリがこの歌のモチーフになってて、そのモチーフの分かりやすい例ですよね、これね。そうね。うん。で、その奇跡の話は。ああ。うん。いや、あの、俺は軽く振っていいの、それ。なんだろう。小笠原さんと話してって、さっきの根掘り葉掘りの時ね、あの3時間話したって時に、あ、この人、本当人間関係ってとこが、人生の中で大きな、その、ファクターになってると思ったんですよ。まあ、いわゆる本当にこう、俺とお前の世界っていうのを絆を深めていくことが、小笠原さんにとって、すごい大事な要素だなっていうのは、その、友達、親友と別れただけでそんなに泣けるかっていうと僕はそんな泣けなかったっていうか、ね、まあ その場で10分くらい泣いたかもしれないけど、だったらケロッとしてるっていうタイプだ、そうタイプなんで、ああ、小笠原さんってやっぱ絆とか友情とかそういうことがね、本当人生にとって大きい人なんだなと思った時に探したんですよ。もういろいろそういうあのシンボルとかモチーフになるもの、うん、で花言葉とかね、星にそういう、意味合いを持ってるものはないかとか、星座とか、いろんな分野を本当に探しても、もう一週間以上多分探したんですよ。その中で出てきたのがラピスラズリだったんですよ。そしたら、うん、そしたら、ここで、ここから小笠原さんに話してもらったのね。うん、最近判明した事実が。うん、そうですね、そのラピスラズリって幸運を招く石って、うん、言われるんですけど、まあ、進むべき方向を示すとかですね。まあ、そんな意思に意味があるということで。で、まあ、私がその経営コンサルタントをやってる株式会社エモーサルという会社がありますけども、まあ、この、ですね、会社も、まあ、経営コンサルタントの会社なので、こうやって道をですね、示していったりとか、まあ、そうやって幸運を、まあ、運を良くしてですね、会社の経営を良くするっていうような、まあ、そんな使命があるかなと思ってるんですけども、まあ、そのラピスラズリって、色が青色 で、中に金色が散りばめられたような、そんな色をしてるんですけど、まあ、本当たまたまだなと思って、僕も最近知ったんですけども、その金色が入ってることを。そうそうです、ね。そのエモーサルの、まあ、うちの会社のですね、コーポレートカラーが、紺色と金色のこの2色の組み合わせで、全く一緒だったんですよ。だからなんか、本当びっくりしましたね。私もびっくりしました。ホームページ、ね、送ってされて見に行って、本当に紺と金色じゃんみたいな。あ、そう、見たんだ。俺な、いや、俺まだ見てないや。そうですか。いや、だってこの数ある色の中で、紺の、しかも濃紺と金ですよ。うん、ああ、それはすごい、改めて聞いてすごいと思いました。でもね、濃紺って結局、あの、チャクラって知ってます？チャクラって聞いたことあります？こう、そう、七つのね、霊的な中枢っていうとか、そのボディと心の中間くらいにある、そういう霊的な中枢なんですけど、ちょうどここの額に当たるんですよ、濃紺って。うん。で、濃紺っていうのは、本当に深い意味での人間関係なんだよね。ネットワークとか、そういうことを意味してて。で、濃紺のラピスラズリが出てきたときに、あ、これは小笠原さん間違いないわと思って。二人。うん。まあ、いろんなところでこう噛み合ってたんで、うん。あ、これはもしかして後ほどというか時間が経って、ああ、っていうことは起きるかもしれないなとは思ってました。うん、うん。うん。本当でもびっくり、うん。初め歌詞でラピスラズリって聞いたときに、僕あんまり馴染みがなかったので。なるほど。ラピスラズリってなんだろうなというか、どっか出てきたのかなって思ったんですけど、知れば知るほどというかですね、うん、まあ。まさに新しい世界を見せてくれたなと思います、ね。ありがとうございます。はいはい。まさにプロデューサー作詞家、篠原まさしの真骨頂。いや、僕の味なんだよね、これね。こういう不思議なことが起こるのがありがしそう、ね、そうですね。で、小笠原さんは、大学生の時、バンドをね、やられてて、その前からギターやられてたってことで、で、今回もね、なんと、ギターボーカルで、初めてですよ、レガシーソング初ギターボーカルで歌っていただくという、まあ、ものすごいロックのかっこいい曲なので。いや、嬉しいなぁ。すごい楽しみ。バンドの経験もま
たその絆と感動の世界ワールドなんですよね。そうですね、まあ、本当にそのバンドの経験でも最後バンドが解散する時のライブは本当に感動的だったので、まあそういう感動の瞬間とかですね、まあ、そういうのをイメージしたような歌詞にもなってますし、まあそんな瞬間をまたこのライブでも作りたいなと思ってますね。でそれを今もう今のお仕事もやっぱりそれが軸になってて、そういうものをその経営コンサルタントとして、うん、提供していくっていうことですよね。絆と感動。そうですね、うん、経営理念が伴走&感想というものがありまして、伴走って一緒に走るっていう意味と、うんうん、あと感想は走り切るっていう意味があるんですけど、うん、それの漢字をですね、伴走は絆を作るっていう、絆を想像する、で感想っていうのは感動を想像する、まあ、なので、一緒に走って最後まで走り切るんですけども、その間に絆を作って、感動を作るっていう、まあ、そんな意味を込めてですね、伴走&感想という経営理念を持ってまして、まあ、それにもぴったりな、ラピスラズリの歌になってるなと。ぴったりだね。サビに、俺は自分との絆を深め、今お前と走るだろう、みたいな。あ、確かに。伴走だ。すごい、すごい。すげえな。いやいや、俺すごいと思っちゃった。ぜひ聴いていただきたい、ね、いやでも本当にいい曲だよね。本当にいい曲、うん、かっこいいよね。かっこいい、本当に、うん、ザ・小笠原ワールド、ザ・小笠原ワールドだよね、それまさ に, 本当に。いや楽しみです。ギターも練習してますか？はい、ちょこちょこ練習してます。めっちゃ楽しみにしてます。はい、はい。はい。じゃあ、そういうことで、本当にお忙しい中、はい、ありがとうございました。お時間取っていただいてありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。小笠原さん、拓也さんでした。はい。はい、どうもありがとうございました。失礼します。すごいね。いや、びっくり。うん